当丹渡神社は中志津開闢の古社であり、多賀大社よりの勘定とありますが、詳細は不明です。それらを記したものが失われた背景には、長い歴史の中で津波や大火、土砂災害などに見舞われてきたことが挙げられ、現在では文革年11月、中志津浜外近隣の村落の人々常在をもって神殿を改造落成にあたり、止め領主伊達長門の一族、石川八郎左衛門を代参せしめ、金子百匹を献納す。昭和5年9月、孫社閣下列、同11月、平白狂信者に指定されるという記述が残されているにとどまっています。東日本大震災により、沿岸部に位置する鎮座地、中志津地区は被災度が甚大であり、集落は壊滅。かつて氏子の家々があった集落は、その様子を一面の荒れ地と変え、氏子の中からも地域外への移住を余儀なくされる人もありました。それに伴い、一時は神社における祭典や行事も規模を縮小して執り行われてきました。しかし、地域から地域における神社の存在意義を再考すべきという若い世代が現れ、集落とその象徴である神社の単なる存続ではなく、発展を目標に尽力しています。そして、それに応えるかのように、地域外からも個人団体を問わず、有志が足を運ぶようになり、参拝やご祈祷のみならず、積極的な神社の活用や、集落を様々な活動の場とする場面が増えてきました。また古くから小さな集落で土地の人々によって静かに祀られてきた神社でしたが、ここ数年は林に囲まれ、ひっそりと鎮座するお社で行われるご祈祷と、参拝者とのコミュニケーションを何よりも重視するという考え方に共感する人や、参拝者や観光客がたくさんいる大きな神社では味わえない、その独特の雰囲気を求めて、地域の外から訪れる参拝者が増え始めています。